こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はリベンジ、前にやったことがあると思うんですけど、こじはるさん風メイクをしていきたいと思います。実は密かにこじはるさんのインスタグラムを見させていただいてまして、コスメだったりとか見させていただいてるんですけど、なので今回は小島春菜さんのようなスイートガーリーなメイクを実現できるように、小島春さんのイメージモデルのカラコンフェアリーワンデーを使ってメイクをしていきたいと思います。フェアリーワンデーは6枚入りもあるので試しやすくてとっても便利なんでございます。お値段も安くて財布に優しいので、もうそこ大事ですよね。もう試しやすくて本当に助かります。で、今回は小島春菜さんらしいスイートブラウンのお色を使っていきたいと思います。フェアリーワンデーのこの写真のメイクを真似させていただこうと思っております。ひょー、楽しみモノマネメイクに必要なのって、カラコンをその人に近づけるっていうのがすごく大事なことで、カラコンを似せれるっていうのは本当にその人に近づける第一歩っていう感じなので、本当楽しみでございます。では、小島春菜さんメイクをしていきたいと思います。ゴーゴー。まずこのスイートブラウンっていうお色なんですけど、こんな感じになっておりまして、こういう縁があって甘い系になれる感じのカラコンになっておりまして、ブラウン系なので、私も普段から可愛い顔になりたいな今日はっていう時に愛用させていただいているんですけど、実は裏話なんですけど、このカラコンね、すごい付け心地もいいし、とにかく漏れるので結構ね使ってたんですよ。そしたらなくなっちゃって、紹介する分忘れてて、やば、使っちゃったと思って、でごめんなさい使っちゃいましたっていう連絡をして、またね送っていただいたんですけど、それぐらい本当に好きです。はい、では実際にカラコンつけました。血があってナチュラルなカラコンになっております。 14.2mm なんですけど、ここまで目がナチュラルに自然に大きく見えるのですごい嬉しいです。ブラウンの縁が綺麗に出ております。まずアイシャドウとして使うのはマキアージュドラマスティックスタイリングアージュベージュ303番を使います。まずラメ系をまぶた全体に塗っていきます。逆も塗っていきます。細かいこうパール感を中に乗せてあげることでまぶたが明るく見えるので、ちょっとそういう感じでちょっと今日は塗っていってます。そしたらブラウンですね、少しベージュっぽいブラウンを二重幅に乗せていきたいと思います。小島春さんはそんなにがっつり濃く目を作ってる感じではないので、ナチュラルにちょっと今日は目は仕上げていこうかなと思います。二重幅よりも少し広めに塗っていっております。で、そしたら濃いブラウンで目の際に塗っていきたいと思います。今日は目の際を少し重点的にやっていこうと思っています。ブラウンとここのベージュの境目の部分にラメを入れていきます。手でこれは塗ります。境目に塗ります。そしたらアイライナーはこちらを使っていきます。ラブライナーのダークブラウンを使います。あんまりアイライナーはこう塗ってるイメージがそこまでないので、結構中に仕込んでるのではないかなっていう感じなんですけど、なので目尻もあまりはみ出さないように塗っていきます。はい、でアイライナーを塗っていったら同じアイライナーで大丈夫です。目のまつげとまつげの隙間際を埋めていきます。粘膜を埋めていく感じです。それが難しいなって方はまつげとまつげの隙間をこうチョンチョンってスタンプしていくように塗るとうまくいきます。はい、こういう感じで埋めていってます。逆も。で、そしたら目頭の先の方まで、切開まではあまりいかないんですが、目頭の先の方まで入れていきます。二重にしていきます。ガールズメーカーのオリプチを使います。結構小島春さんはビビるぐらい二重幅が広いので、二重幅はしっかりちょっと今日は作っていきたいんですけど、まず第一弾でちょっとやっていきます。あんまり第一弾でこう幅を欲張ってしまうと失敗しやすいので、まずは少し控えめに塗っていきます。ちょっと乾かしていきます。その間に眉毛を描きます。小島春さんが眉毛をあらわにしていることってなかなか少ないと思うんですけど、結構なんか太眉でなんかそのままの眉毛を生かして描いてますって感じなので、ちょっと赤みブラウンの眉毛なので、私もちょっと今日は眉毛をしっかり生やしているタイプの人間なので、濃いブラウンでまずは眉頭をささっと描いて、逆もささっと書いて、足りない部分に少し足していくような感じで書いていってから、薄いブラウンで眉頭を描きます。ちょっと眉毛足すファイバーで足りないところに
さっさっさっと描いていきます。そしたらこのついでになんですけど、ノーズシャドウをしちゃいます。ノーズシャドウはこの眉毛の下からさっと、眉毛の下からさっと入れて、ここは三角ゾーンにさっ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 さと描いて、鼻の先も描きます。くるっくるっくるっくる。鼻は本当に高い方なので、ちょっとねそれを真似ていけたらなと思うんですけど、このノーズシャドウのやり方はいつもとは変わらないんですが、本当に結構丁寧にノーズシャドウをしっかりがっつりしていきます。全体にさっさっと塗って、鼻の先もさっさっさっと塗っときます。ノーズシャドウをしていったら、ハイライトはセザンヌのミックスカラーチーク10番を使います。でちょっとピンクと白の部分を混ぜて鼻筋に入れます。鼻の先まで入れていきます。あんまりなんかこうツヤツヤっていうイメージがないので、今日は軽くこう粉でやっていきます。そんなにあんまりがっつりツヤが出るものは塗っていきません。ささっとで大丈夫です。はい、これでも鼻も完成です。そしたら眉毛は赤みブラウンなので、インテグレートのニュアンスアイブロウマスカラブラウン671番で眉毛を描いていきます。これは赤みのブラウンなので、よりこじはるさんメイクに近づけるのではないかなと思います。はい、で眉毛を描いていきました。結構眉毛は足りないところにパウダーを描き足していくみたいな感じにしていきます。そしたら折りプチが乾いたようなので二重にしていきます。でここの線が理想なので、もう一度折りプチを塗っていきます。がっつりとね。そしたらその間にマックのプレッププライムリップで唇を潤していきます。結構唇はなんかぷっくらしてるイメージなので、ふっくらさせていきます。でそんなにチークはがっつり入ってるイメージはないので、ロレアルパリのルバーアブラッシュ4番ツヤタイプをちょっと軽くで大丈夫なんですけど、しっかりこう手に取っていってから、ささっとこう頬の高い位置にさっ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 と、この目の部分からこういう感じからはみ出さないようにブラシをさっさっさっで、こっちもさっさっさ三角形に塗るような感じで塗っていきます。本当に軽くここに三角形にこう塗るだけで大丈夫です。本当にささっと頬の高い位置に塗っただけです。リップを作っていっちゃいます。まず使うのがマックラブミーリップスティックメゾンルージュを、今日出した画像の感じはナチュラルなピンク系だったんですが、今回は、赤リップをしていきたいと思います。やっぱこじはるさんといえば赤リップっていう印象があるので、手で軽く軽くこうリップを塗っていって、ボリカのシアーリップティントシアー4番を塗っていきます。オーバーリップ気味に今日は唇を出していきます。ちょっと茶色みを赤に混ぜていきます。かなりのオーバーリップで、ほんとポテッとした唇の印象なので、その印象を出します。はい、ではリップを塗っていきました。そしたら折りプチがまた乾いたので二重にしていきます。二重にしていきました。ピューラーをします。あんまりこうまつげが上がってるイメージはないので、軽く根元だけ上げるようにします。フィオリの マスカラガード WP を塗ります。あんまりまつげ上がってがっつりしてるイメージはそこまでないので、ほんとサッ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 っていう程度に塗ります。でまつげを塗っていったら、軽くファシオのパワフルフィルムマスカラブラックの1番でまつげを上げていきます。これもほんと一回マスカラをスッサッサッサッと重ねる程度で大丈夫です。はい、でマスカラを塗っていきました。そしたら次は涙袋に移ります。涙袋の線を描いていくんですけど、インテグレートのビューティーガイドアイブロウ N を使います。涙袋は広めにちょっと線を描きます。こう涙袋がっつり入ってるなっていう印象なので、とりあえずがっつり入れて、後でぼかしますが結構がっつり入れて、先ほどのマキアージュのベージュの部分で今涙袋に線の上にのせます。ちょっと白っぽいベージュを使うとより
体がぷっくりして見えると思います。でそしたらブラウンを目尻3分の1に重ねます。ブラウンといってもベージュブラウンで本当にさりげないブラウンで塗っていきます。でそしたらラメを上から重ねます。から涙袋を作っていきました。そしたら下マスカラを塗っていくんですけど、下マスカラも先ほどのファシオで塗っていきます。下マスカラを塗りました。はい、ではメイク完成しました。メイクももちろん頑張ってみたんですけど、やっぱりカラコンの力は偉大でございます。そして今日使ったカラコンの他にあと7種類ございます。スイートフラワーというお色になります。ピンク色に縁からこうギザ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 って出てるような感じなんですけど、遠くで見ると全然そんなこともなく、本当になんかこうナチュラルで自然なカラコンなんですけど、近くで見るとあ、そのカラコンピンクなんだっていう感じのカラコンになります。こちらがフラワーブラウンというお色になります。こちらも縁がちょっと細めの黒になっておりまして、ゴールドっぽいブラウンが混じっているのかなっていう感じのブラウンです。デザインもこう外がギザギザギザってなっているので、これもまたデカめに見えて軽くハーフっぽい感じの目になれます。でもガーリーな感じのハーフカラコンっていう感じですね。透明から見てみるとこういう感じになります。ナチュラルな綺麗系な顔になれるかなっていう印象です。派手なカラコンが好きだけどちょっとナチュラルつけたいって方におすすめなのではないかなと思います。お次にスイートブラックというお色になります。スイートブラックっていう書いてあるぐらいなので、もう本当にガッツリしたブラックカラコンなのかなって思ったんですけど、ここまで黒カラコンですよっていう感じはなく、本当にすごくナチュラルに本当綺麗な縁ですし、見ていただいて分かると思うんですけど縁だけが黒いんですよね。透明から見てみるとすごくクリクリなお目目になれるかなっていう感じです。結構なんかこの私すごいスイートブラックの色もすごく好きで、手抜きなメイクをしたとしてもこのカラコンをつけるだけで全然メイクちゃんとしてます感のメイクができるのですごく好きでございます。ブラックカラコンの中ですごく可愛い系の顔になれてナチュラルなカラコンだなっていう印象でした。お次にドーリーブラウンというお色になります。これは本当に結構ナチュラル系なカラコンになっておりまして、ダークブラウンのちょっとだけさっきよりも太めの縁に周りが薄めのブラウンの縁って感じなんですけど、本当縁カラコンみたいな感じになります。なのでこう遠目から見るとすごくナチュラルなクリンとした小動物らしい感じのお目目になってくれます。こちらは、ナチュラルな縁だけなんですけど 14.5mm なので、こうしっかりとしたカラコンの存在感が出てくれて盛れるのではないかなと思います。次にカーキブラウンのお色になります。こちらは、周りの縁が少し薄めなブラウンになっているので、こう薄めなブラウンが外側に行くことによって結構色素薄い系女子になれる感じのカラコンだなっていうイメージです。この大きさが 14.5 なんですけど、 14.5 には見えないぐらいのなんかこうナチュラルなカラコンだなっていう印象で、でもこれも少しこうお目目がこうクリンとなるので、色素薄い系女子になりたいんだって方はすごくおすすめだと思います。見ていただいてわかると思うんですけど、目にこう透明感が出る感じになります。このシャイニーブラウンはくっきりとした縁ではなくぼかされた縁がありまして、でそれでゴールド系の色が入っているので、すっごくこれも色素薄い系なんですけどちょっとハーフカラコンみたいな感じになります。透明から見てみてもメイクの印象が違います。目ん玉がこう薄く見えます。透明感があるって言えばいいのかな。こうちょっとギザギザっていうデザインがすごく可愛いお色になっております。でこちらのお色がブライトブラウンというお色です。ちょっと赤みのあるブラウンの縁という感じなんですけど、この赤茶系の髪の毛にしてる方とかすごく似合うのではないかなと思います。今日の眉毛とか私の髪の毛も少し赤っぽいんですけど、この赤みのブラウンカラコンにしてあげるとこう赤み系のメイクが統一感がすごく出るので、すごいおしゃれにカラコンも合わせてるのっていう感じでおしゃれになると思います。これカラコンがある顔がこういう感じなんですけど、カラコンがないとこんな顔になってしまうので、メイクはカラコンありきでこうメイクが成り立つんだなってすごいわかると思います。やばいですね、なんかちょっときつい印象になっちゃうんで、やっぱカラコン入ってるとナチュラルな印象とかにもなるのでね、
やっぱカラコンありきのメイクだなって私は思います。最近このカラコンに本当にハマっていて、使いやすいのでおすすめです。よくナチュラルなおすすめなカラコンはって聞かれるんですけど、ママになった私でもつけれるくらいなので、すごくおすすめなカラコンでございます。全国のコンタクト専門店、ドラッグストア、量販店、 EC ストアで購入可能となっております。では今回はリベンジこじはるさんメイクでした。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。